皆さんこんにちは、じゅっちゃん、りゅうちゃんです。今日はですね、我が家でだし巻きを焼いてみよう編です。どんどんパン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 。もともとはあの同性フライパンをつあの卵焼き器を使ってだし巻きを巻くというのは私が通っている栄養士の専門学校の、課題でした。で A、B、C ランクのうち B でギリギリ通過したというもう結果は出てるんですけれども、はい、やってるうちに YouTube で上手い人の動画を見てね、何度もこう参考にさせていただいたんですけども、下手っぴが失敗してる様子を見る方が練習になるなと、やってる時に私自身も思ったんですよ。自分の焼いてる動画を見直して、はい、あ、ここをもうちょっと早巻かなあかんかったから焦げたんやとか、火強すぎるやんとか、私は撮影班でした、うん、油ならしが足らんかったからくっついてんねやんとか。なので、世の中には上手い人が巻く出し巻きの動画はもうね、たくさんあるんですけども、下手っぴが失敗する動画っていうのはほとんどないと、ですので我々が失敗する様子を見て、俺ならもうちょっとうまくできるでとか、いや私やったらこうやでと散々こう突っ込みながらですね、成長の糧にしていただけたらなと。いや散々失敗例を見させてもらいましたからね、もうちょっとこうやったらいいんちゃうんかっていつも思ってたんですけどね。ねえ、リュウジさんは今回で2回目です、はい、さあどんだけ上達したでしょうか。今から焼いてみたいと思います。お楽しみに。まずはですね、はい、だし巻きって言ったら一番だしを取るのがいいには決まってるんですけども、なかなか手間がかかるじゃないですか。なので我が家オリジナルの配合を紹介したいと思います、はい、まずは卵3個を割り入れてあります、はい、溶きましょう。卵の白身を切るようにこうシャ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 ーっと切るように、そう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 、もっと思いっきりやっちゃって大丈夫よ。シャ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 ーっと溶きます。薄口醤油、これ我が家の配合ですよ。先に調味料小さじ1、醤油、あ、ごめん、みりん小さじ1で、まずは調味料だけで混ぜる。こっからがですよ、我が家風は。水 50cc、お、だしどうすんねんって思う中で、かつお節、これを半分ぐらいね、3分の1かなぐらいを入れて、まあ猫ちゃんで止めておくと。でここにネギも入れる、こういうね、冷凍してあります。我が家はね、砂糖とかね、だしの素をなるべく使わないようにしてるんですよ。意外とこれだけで美味しいんで、ぜひお試しください。これをしっかり混ぜると。で、今このだし巻き器は一番弱火でもう10分ぐらいかな、こう油ならしをしてある状態です。で、こいつをキッチンペーパー巻いてあって、濡れ布巾ですね、こいつをこうやって用意しておきます。さあ変わりましょう、はい、まず油を、余分な油をそうそうそう、ここに入れますと。黙って見守りたいと思います。冷蔵庫かけました。失礼しました。そうです。この音を聞いてください。よし。あ、よし。よしらしいです。でもちょっと火加減が弱いんじゃないでしょうか。入っちゃいましたね。ちょっと手を出したらいけませんが、これは火がね弱すぎるんですよ。もっと強くないといけません。油ならしはごくごく弱火、焼くときには家庭用コンロだったら強火ぐらいがいいです。
ですね、この油を引くときに火から遠ざけるというのは非常にいいですね。温度を確かめてます。ほっ、あ、なんか重いやんか。真剣そのもの。こけてる。こんがりしてしまいました。でもね、なんかうまいことひっくり返して。いけこれも。これが漏れてしまった。よし、やけどしないでね。下からですよ。熱いよ。こう、こうですね、こうです。行ってみましょう。どうだ、一つ食べてみてください。感想いただきましょう。
おいしい。味は良いそうです。ちょっと出汁が飛んじゃってたかなって感じしますけどね。あれでは勧められてるんでちょっといただいてみたいと思います。ボロやった。うん、卵焼きの味する。卵焼きの味するわ。うん、出汁巻きはね、ほんま焦げ色がついたらあかんというセオリーがあるんで、うん、まだまだ改善の余地があるなということで、まあでも面白かったですね。こうご期待。20点。もう一回言うて。20点。20点。はい、頑張りましょう。くそ。今ちょっと回そうとしてビビったのが見受けられました。マラソンの実況中継風にするならば、リュウジさん、ゆくゆく何の料理が作れるようになりたいかで、なりたいかというのを1年ぐらい前に聞いたことあるんですね。そしたら、だし巻きを巻けるようになりたいとおっしゃってたんですよ。ですので、これは記念すべき包丁を使わなくてもいい料理の代表格じゃないんですかね、卵焼きは。はい、第二陣の用意が走行している間にできてきました。巻けるでしょうか。このようなものが出来上がっております。まあ何これ一発で綺麗なの作られたら私立つ瀬がないんでね。はい、じゃあ第3回にかけていきたいと思います。すでに5分が経過しようとしております。そうやん。おっとなんかちょっと上手に返ってるぞ。これはいかこれも切らずにさ、器に出した方がいいかな。それは間違ってますね。皿終わりそうな勢いですね。昨日教えましたよ、ちゃんと。皿今角当ててぶち割りそうな勢いでした。これは正しくないやり方です。第1回だし巻きはこのような形で出来上がりました。感想いかがでしたでしょうか。むずいな。むずい。見てるより断然むずいやろ、やってみるのは、うん、という感じでした。